ミッドシップ、ミッドシップとは自動車におけるエンジンの搭載法の一つで、船体中心という言葉が示す通りエンジンを車体の中心付近に配置する構造のことである。ミッドシップ、ミッドエンジンとも言われる。ミッドシップレイアウトには以下のような種類がある。これを指して単にミッドシップとすることも多い。運転席の後ろにエンジンを積みリアを駆動する。 レーシングカーや多くのスーパーカーが採用している MR と略すことがあるあるいは運転席の下アンダーフロアのこともあるこのページでは主にリアミッドシップを解説するフロントエンジンでエンジンが前輪の車軸と運転席の間にあるものはフロントミッドシップと言われるこの場合は前輪駆動の場合もある FF ミッドシップちなみに 前輪駆動では駆動輪に重量をかけることがほぼ必須であるため、リアミッドエンジンで前輪のみを駆動する形式はほとんど例がない。ミッドシップエンジンで前後輪を駆動するミッドシップ4駆もある。著名なメーカーでは、アウディ参加に入って以降のランボルギー2車はすべてリアミッドシップの4駆である。最も質量の大きいエンジンの重心が車体の重心に近くなるため、 ヨーイングとピッチングの完成モーメントが小さくなり、旋回に入りやすくまた旋回を止めやすい。よって機敏に走れて、コーナーリング限界も大変高い駆動レイアウトである。FR では必須なプロペラシャフトが必要ないなど構造を単純化でき、重量軽減にも有利である。ただしトランスミッションをエンジン前方に置き、そこから五車軸まで、 プロペラシャフトで伝達するような配置などもある。そのような配置では、プロペラシャフトは存在するものの、長さが FR のものよりは短い点は有利ではあるが、エンジンの下にシャフトを通すような配置とした場合、エンジン配置位置、ひいては車体の質量中心が上がってしまっている場合もある、ランボギーニの例では、そのようにして、シャフトをエンジン下中央に通すのが、 カウンタック以来の伝統の配置でありこれに該当するが、ムルシエラ語で改善が図られた。一方で、限界を超えると、スピンに入りやすいという弱点がある。オーバースピードでコーナーに侵入してしまうと、フロントエンジンでは、重心、正確には、質量中心のある前側が外側に移行取る。ため穏やかなアンダーステアになるが、リアミッドシップでは、 重心のある後ろ側が外側に行こうとして、オーバーステアとなり、しかもブレーキングによって、前に荷重をかけてもオーバー、ステアに逆に駆動力を強くかけてもパワーオーバー、ステアによってオーバーステアとなるので、それまで行ってきた適切かつ微妙なカウンターステアを当てたりしたとしても対処が極めて難しい。よって、リアミッドシップは、スポーツカーやレースカーに限られ、 その操縦特性の観点からも、一般ドライバー向けの車の採用例は、ほとんどない。リアミッドシップは、運転席と後輪の間に、エンジンがあるため、ほとんどの場合は後席を設けられず二人乗りに、限定され、過失も広く取れない。稀に横三人乗りや、非常に狭い鉱石付き2、2プラス2の例もあるが、いずれにせよ乗用車に採用するには実用性に欠ける。 駆動輪である後輪に重量がかかることから、駆動力が効果的に路面に伝わることは利点である。これはリアエンジンとも共通する利点だが、ミサオやスセはリアエンジンとは大きく異なる。ミッドシップは前日のようにコントロールされている範囲では高いポテンシャルを持つ。一方でリアエンジンはサスペンションとの組み合わせによっては、いわゆるジャッキアップ現象との関連で、 点灯の危険がある、などの性質がある。リアミッドシップにエンジンを置くことは、前述のような利点から、レーシングカーから採用が始まった。著名な例としては、1934年に、フェルディナント・ポルシエが設計した、アウトウィニオンの P バーゲン、タイプ AD がある。P バーゲンの成功があったものの、ホーミュラカーを含むレーシングカーの大半は、第二次大戦後もしばらくは、多くが、 フロントエンジンだった。しかしミッドシップの採用例もあり、早くも1947年に、クーパーが、クーパー500、後の F3 となるで、ミッドシップを採用した。クーパーは、カイ2や F1 などにもミッドシップを採用し、高成績を上げたとから、追従するコンストラクターもあった。カイ一が、本格的に、ミッドシップに移行したのは、やはり前日のクーパーの t 十三。 が1958年のアルゼンチングランプリで初の優勝したミッドシップエンジン車になったことに始まる。1959年が移行の年であり、1960年にはほぼ全ての優勝者がミッドシップでフロントエンジンによる最後の優勝者はフェラーリ246回1であった。インディカーでは1965年のインディ500が 33台中フロントエンジンは6台のみでロータス38が初優勝したミッドシップ車となったミッドシップへの移行が決定づけられたレイスとさる。このようにして1960年代以降のフォーミュラカーではフロントエンジンに代わってミッドシップ縦置きが標準的なレイアウトとなった。続いてラリーカーでも1970年代には ランチやストラトスなどミッドシップエンジン車が活躍するようになる。これらでは横置きされた。日本ではあまり知られない例では共産圏、ソ連の FF 車ラーダ・サマーラをベースとした特殊改造モデルのラリーカーにもエンジンをミッドに配したものがある。さらにラリーでは1980年代に入るとその名も四駆を歌ったアウディクワトロフロントエンジンが登場し、 好成績を見せると四区化がトレンドとなった。ミッドシップ四区の講師は1984年途中から参戦の、プジョー205ターボ16である。翌85年と86年には、グループ B にミッドシップ四区のモンスターマシンが登場したが、ヘンリー・トイボネンの死亡事故をはじめとする大事故が続発、1986年限りで、グループ B による、 世界ラリー選手権は中止され、ミッドシップ四駆のラリー車も消えていった。日本勢では、トヨタ22ツーリーや日産、MID4 などの試作車があった。なお、同時期のもう一台の、幻の日本勢ラリー車であるスタリオン4、WD ラリーは、フロントミッド。会一では、ミッドシップ化に引き続き、四駆も現れた。年代に存在した一は、 フロントエンジンのファーガソン P99 を除き、ミッドシップ四駆である。前述のようにグループ B のマシンにもミッドシップ四駆が多くある。レーシングカー、特にフォーミュラカーでは、通常縦置きミッドシップであるが、横置きミッドシップのフォーミュラカーの例もある。ホンダの最初の F1 マシンである RA271 が、V12 エンジンを横置きで搭載していた。 二輪車メーカーとしての経験から、横置き、二輪車の大半は、エンジン横置きの方が設計しやすかったため優説がある。ただし整備性に難があったことに加え、1966年に、会一のレギュレーション変更で、エンジン排気量が3リッターに拡大され、V12 エンジンのサイズ的に横置きが困難となったことから、同年の RA273 以降は、 縦置き配置に改められている。また、日本独自のフォーミュラだった KL500 などは、エンジン横置き FF の軽自動車のパワーユニットを使用している例が多く、やはりエンジン横置きが主流だった。1960年代以後は市販のスーパーカーやスポーツカーにもミッドシップを採用する例が見られるようになった。一般に乗用車にミッドシップレイアウトを採用すると、 車室やトランクのスペースが大きく制限されてしまい、車としての実用性が低下する。エンジンをフレームの一部としてしまうような構成すら、一般的なレーシングカーとは異なり、車室後部と後輪の間に大穴を開けて、パワーユニットを配置するのは、合成の確保も難しい。操縦性の面でも、全部が軽いことがクイックなコーナリングのために、荷重移動を必須とし、 侵入で適切な荷重移動ができていないと前側への荷重不足のために曲がり始めにアンダーステアを持たす一方、定常応援旋回では後寄りの重心が発生する遠心力により後ろ側が外側に出るオーバーステア傾向があるといったいわゆるアンダーオーバー特性やピッチングとヨーイングのモーメントが小さいことによる反応の速さはレーシングドライバーにとってはポテンシャルの高い車でも 一般の運転者には扱いが難しい。整備のための開口部を広く取れないため、整備性があまり良くなく、作業工数が多くなることから、整備工賃が高い傾向にあることも、市販乗用車に向かない面と言える。以上のような特性から、以前はレース専用のレーシングカーや、非常に高価なスーパーカーに限られ、一般的な乗用車としての例は皆無ではないにしても、 大量生産されたものは少ない特殊なレートという扱いだった。しかし、1970年代以降、全輪駆動、FF の小型乗用車が大量生産されるようになると、そのパワーユニット、いわゆる、自夜交差配置を、運転席の後部にそっくり移するという手法により、大量生産されるものも見られるようになった。以下、大体登場時代順に説明する。 市販された世界初のミッドシップ車は1960年代ルネボゲマトラのジェットとされる。それにデトマソ・バレルンがロータスヨーロッパ D のマトラ M530 ポルシェ914などが続く。これらのエンジンはいずれも排気量2リッター弱であり、生産台数は100前後から数千台程度が多い914。 ホルクスワーゲン車との共同がということもあり、数万台が生産された。GT40 や M1 などレース用モデルのホモロゲーションのためといった形で生産、販売された車もあるが、ここではそれらには触れない。続いて、4リッター前後のハイパワーなエンジンを積んだ、いわゆるスーパーカーたちが登場する。代表的なところでは、365GT4。 ビビに始まるフェラーリ車、ミ浦ラに始まるランボルギーニ車や、前述のバレルガに続くマングスタとパンテーラなどがある。また、レーシングカーの不死で前述した、ストラトスなどのラリーカーもスーパーカーとして割れることが多い。ランボルギーニのディアブロ以降など、スーパーカーには、ミッドシップ4区も1990年代以降、増えている。これらのスーパーカーで使われている。 V12 のような細長いエンジンを縦置きし、トランスミッション、デフ、と順に並べてしまうと、乗用車としては、後部が長すぎる車になってしまう。そのため、例えばカウンタック以後のすべてのランボルギー2車は、エンジンを前後逆に置いて、トランスミッションをその前に置き、そこから折り返して、ドライブシャフトを後方に伸ばして、デフ接続する、という配置とするなどの工夫をしている。この配置には、 フロアシフトのシフトレバーが直接トランスミッションから生えているためフィールが良いという利点とシャフトを通すためエンジンの位置が上がるという欠点がある。FF の量産車のパワーユニットを流用することで量産車にミッドシップを採用する手法はフィアット X1、Q、後にベルトーネブランドに変更などが先駆けで量産車のパワーユニットを流用しているため価格を安く抑えられ、 ミッドシップを一般大衆の手が届く存在にした。ポンティアック、トヨタ MR に、ローバー MGF などもこの手法で作られたミッドシップ車である。日本では軽自動車にもいくつか例がある。横置きミッドシップは、FF 用のトランスミッションとトランスアクスルを流用している限り重心が後車軸よりとなり、車体中心に重心のある 縦置きのような重量配分は得られない場合が多い。それゆえ、レーシングカーやスーパーカーの大半は重心位置設定の自由度が高い縦置きミッドシップを採用している。ただしレーシングカーやスーパーカーとして扱われることもあるが、ラリーカーのランチやストラトスなどでは、ラリーカーで重視される旋回特性では、全長やホイールベースの短さも重要なため、横置きで コンパクトにまとまるレイアウトが勝るとも言える横機である。フェラーリは従来12気筒のフラッグシップはエンジン縦置き、買いモデルの V 型6気筒と V 型8二百206.246、308.328の各シリーズはエンジン横置きだった。しかし、モンディアル T348 シリーズ以降、トランスミッションは横置きのままエンジンとクラッチを 縦置きに変更している。なお、スペシャルモデル以外では12気筒の MR 車は、回 512M を最後と絶えている。ライバルのランボルギーニでは、三浦は横置き、カウンタックとそれ以降は縦置きである。他に、エンジン横置きのスーパーカーの例としては、チゼータ V16T、V16 エンジンを横置きし、トランスミッションを縦置き。T は、その配置に由来するなどが挙げられる。 1978年に登場した RX-7 が全車軸と運転席の間にコンパクトなロータリーエンジンを搭載した上でこれをフロントミッドシップと呼称した。これ以降同様のエンジン配置になっているカプチーノなどの車種もフロントミッドシップと称する例が見られるようになった。日本では 2000GT がこのレイアウトを最初に採用している。 商用車などでエンジンを、車室のフロア下に置く形態を、センターミッドシップなどと呼称する例も現れた。リアシート、ラゲッジ下にエンジンをマウントする、三菱、i は、リアミッドシップ構成と主張している。日本における例について口述する。日本の例では、1952年に、少数ながら市販もされた日本最初の軽四輪、乗用車である。 オートサンダルのフリクション変速機使用者 FS 型が最初の例である。運転席後方5車軸の前方に空冷単気筒エンジンを搭載しており、当時はリアエンジンの範疇として捉えられていたものの構造的にはミッドシップである。変速機構造の特殊性によりこのようなレイアウトになったとみられ FS の姉妹車である手動変速機タイプの FN 型は完全な リアエンジン式である。軽自動車では、ホープ自動車や愛知機械工業の一連の貨物車、愛知機械工業、かつての車種などを参照、ホンダ TN360 や初代、バモスがある。その後のモデルとしては、軽トラックでは、TN360 の後継として位置付けられる、アクティや、スズキエブリーの三代目など、バンワゴンでは、初代トヨタエスティマや日産、 ラルゴとセレナ、日産ランドで販売されたが、実は設計製造は前日の愛知機械工業である、などがある。これらはボンネットがない形態から、キャブオーバーと混同されることがあるが、キャブオーバーは、運転台、キャブが、エンジンの上にあるという配置のことであり、フロントミッド、リアのエンジン配置の分類とは定義上は独立である。なお、一般に、MR として認識されることはないが、 オートバイのエンジン位置と駆動輪は、そのほとんどが MR である。オート三輪などオートバイを拡大したようなタイプの車両は、やはり MR と認識されることはないがその方式を引き継いでおり、前述の貨物車はいずれもオート三輪メーカー製で、その流れにあるものである。また、商用車のミッドシップ位置のエンジンもそれらに類した配置と考えることができる。フォーミュラカー設計車。 デザイナーのゴードン・マレーによるスポーツカー、ロケットもエンジンと駆動系にオートバイのそれを流用した MR 車である。バスでは日野、ブルーリボン、BD、BTK や日産ディーゼルンやボルボ b 10M、アステローペなどが前後車軸間にエンジンを搭載しており、日野自動車ではセンターアンダーフロアエンジンと呼称している。床下にエンジンを置く形式は ミッドシップというより、アンダーフロアとすることもある。一般の乗用車では、1990年、平成2年発売のトヨタエスティマは、床下、前後の車軸下にエンジンを横倒し、スラントで搭載し、後輪を駆動させる、アンダーフロア式の MR 車で、スラントミッドシップと称した。1998年、平成10年に発売の軽乗用車ホンダ Z、 2代目は前述のアクティのエンジン等を流用する形でミッドシップ化している4駆。さらに2006年平成18年に発売の軽乗用車三菱 I はリアシート、ラゲッジ下にエンジンを配置しリアミッドシップと称している MR4 区。スポーツモデルとしてリアミッドシップレイアウトを本格的に採用した例は1969年。 昭和44年の東京モーターショーに出品されたイスズベレット 1600MX がある。このモデルは翌年の東京モーターショーにも改良型が出品されたが、結果的には市販に至らなかった。その後、日本車初のミッドシップ量産車は1984年、昭和59年発売の初代トヨタ MR に W10K となった。 海外車種に関して前述したような量産 FF 車のパワーユニットを車室と後車軸の間に配置するという手法によるものであり、スタイリング的にも o 1には X1、Q の影響があように見える。バブル機には数種類のミッドシップ車が発売された。1989年、平成元年の2代目 MR 2 SW20 型1990年、 平成2年のホンダ NSX1991 年、平成3年のホンダビート1992年、平成年のマツダオートザム AZ-1、およびその OEM の鈴木キャラである。これらのうち特に NSX は他の車種と違い、海外含め2万台ほどが量産されたが、量産車というよりはスーパーカー的な開発のされた車であった。しかし、室内が狭く、 トランクスペースの少ない実用面の低さが敬遠されたことやバブル崩壊後はトールワゴンやミニバンとイ車種に押されその多くが販売台数を稼げないまま発売製造を中止した国産のミッドシップスポーツカーは2007年平成19年のトヨタ MRS の製造終了以降は三つ岡オロチのみであったこれも2014年平成26年に 製造終了したため、2015年、平成27年のホンダ S660 の発売まで、国産のミッドシップスポーツカーが途絶えることになった。また、MR2MRSNSX とも、生産分のほとんどは海外向け、輸出仕様だった。ミッドシップレイアウトの弱点として、トランクスペースが存在しないことが多いが、水岡、オロチは、 ボディ寸法に対して比較的小型の V6 エンジンを横置きにしてあるため、エンジンからボディの後端まで間に、小型のトライクスペースが存在する。また、トヨタの MR にもエンジンルームのさらに後方、リアエンドに小さいながらもトランクルームを有している。日本のミッドシップ4駆のスポーツカーには、コンセプトカーとして、日産の MID4、MID4E、 トヨタの 222D があり、2016年、平成28年よりホンダから NSX が発売されている。タミヤ模型のミニ4駆のシャーシに、フロントミッドシップを称するものがある、FM シャーシ、スーパー FM シャーシ。実のところレーサーミニ4駆の初期型であるタイプ1。シャーシからモータは、5車軸の前にあり、ミッドシップであったが特にそのように称してはいなかった。 フロントモーターのシャーシの登場にあたり特に称したものである。プロペラ機においては、ほとんどの機体が自動車でいうところのフロントエンジン方式を採用していることになるが、第二次世界大戦時のアメリカの P-39 戦闘機はエンジンを中央付近に配置し、延長軸で前方のプロペラを駆動し、いわば自動車のミッドシップに近いコンセプトであった。これによって、 完成モーメントが小さくなることによる運動性の向上や機体形状の宣伝による速度性能の向上が期待されたが、反面、航空性能や加速性能に劣り、性能的な評価は高くない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。